だけどやっぱダメだ。そのままやっちまったらきっと後悔する。だからごめん、ごめんな。この何年にもわたり、わらわはひたすら研鑽に励んでまいった。お前の一族の知識も、益するところだいである。せめてもの礼じゃ。その成果の一端を味わっておくれ。地獄を編み上げる、それがわらわじゃ。ゴロージロ、お前にぶっ飛ばされるのは慣れてるからな。今はあいつを倒すことに集中しようぜ。
集中して狙ってみよう。いけるぞカリオ。よし、今のうちに止める。フレンド
ル引いて尻尾が切れたぞ。よし、これでフリーズランド今だよ。ビル精霊力を叩き込む。みんな、無事か。ああ、だが、アウメドラに逃げられた。リーメルは？なんだこれは。何があったんだ。バエフォン、あんた無事だったのか。ずっと町の外にいた。いきなり中が静かになったんで、何事かと戻ってきたんだ。どうなってる。なぜ誰もいない。スルド・アウメドラの仕業だ。精霊力を一気に集めるため、わざと捕まり人々を煽り立てた。デダイムもというより広場にいたほぼ全員が犠牲になった。デダイムもほぼ全員って。それじゃ漆黒の翼の仲間は。なんてことだ。いくら自分の領地だからといって人間にあんな真似ができるなんて。ケルザレクをそそのかしたのがアウメドだな。当然予想して叱るべきだった。ヘルガイの果実の効果をまずメナンシアで確かめて、それを用いたに違いない。初めから何もかもアウメドラの計略だったと。食料もあらかじめ細工しておいてから見つかるようにしたんだな。追いかけるんだ。ビエゾやガナベルドもたちが悪かったが、アウメドラはその日じゃない。しかもあいつは本当に逃げ出したんじゃない。このまま放っておくわけにはいかない。ああ、許せないぜ、あいつは。私は、わからないよ。憎むなって言われても、それだけで生きてきたんだよ。じゃあどうしたらいいの？もしまたアウメドラと戦うことになったら、私、どんな顔して戦えばいいの？わからないよ！リンウェル。あなたの痛みはあなたにしかわからない。変わってあげることもできない。憎しみを支えにするというならそれもいい。憎しみは力をくれる。でもアウメドラを倒せたとして、敵討ちが果たせたとして、それであなたはどうするの？差し違えようというわけでないなら、あなたはその後も生きる。その時あなたは何を支えに生きていくつもり？そんなこと急に言われたって。本当にそこがあなたの終着点なのか、本当に他に何もないのかどうか、少し考えてみたらどう？そうだな。俺もリンウェルの苦しみが分かるとは言わない。だがシオンの言う通り、ちょっと立ち止まって考えてみてもいいと思う。どうしても辛いならここで待っていてもいい。ダメだよ。どうしていいか分からないけど、私のいないところでアウメドラとみんなが戦うなんて、それだけはダメ。私も一緒に行く。追いかけながら考えるよ、どうするべきかを。しかしアウメドラを追うといっても、ただ闇雲にというわけにはいかないぞ。バイフォン殿、何か心当たりはないだろうか。確証はないが、ここから西の海辺の断崖に地下の港がある。そこで何年も前から第二の城と噂される船をアウメドラは作らせていた。当時は何のためか分からなかったが、あるいは。なるほど。自ら主婦を滅ぼさせたくらいだ。もとより国を捨てるつもりなのかもしれんな。分かった。
急ごう。何をするつもりだ。どうせろくでもねえことだろ。今度